今週のオタク満足度を発表したいと思います。まずは個人動員から。同率3位2人おります。おー、オルマゲドン1人目、神谷エリカ2回目でやってます。おー、神谷エリカ。はい、もう1人3位、大瀬ひとみ。はい、ありがとうございます。2位、月野は。ありがとうございます。多分何もなかった気がするんですけども、最近なんとなく順位が上がってきてすごく嬉しいです。いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。今週もベスト3ありがとうございます。島根が本当は今週ある予定だったんですけれども、台風でなくなってしまって、まあ、劇場がそのおかげといいますか、そのためいっぱい出ることができたので、秋葉でいっぱいの人に会えてよかったです。ありがとうございました。今週のオタマンランキング1位ありがとうございます。今週は生誕祭がありまして、いっぱい耳バーンで皆さん耳をつけてきてくださったり、天賀さんにも急遽出演させていただいてありがとうございました。うわー、おー、ありがとうございます。ここに立ちたいっていうことを少し書いたので、それが夢が叶って嬉しいです。これからもいっぱい夢を叶えたいと思います。ありがとうございます。そして、現在の月間オタク満足度ランキング1周目は1周目はこんな感じです。耳バーン。さあ、今週はどんな1週間でしたか。マナが帰ってきた。お帰り、はい、帰ってきた。次の公演からちょっといろいろあって、出れなかったんですけど、ようやく今容体が落ち着いて落ち着いたので大丈夫でした。よろしくお願いします。これからも公演女子新メンバーみんなでコラーサオウェイに出演しました。イエーイ。アーピとユーリピを買いました。はい、なんか懐かしい曲をやったりね、このメンバーでね、仮面曲を披露したりとね、仮面女子だからね、それ仮面女子ですからね。ナイスツッコミで、はい、ということでたくさん盛り上がりました。ありがとうございました。ありがとうございました。金曜日は S10 番とシームガールズとアマーガールズの何名かで10人ぐらいで渋谷ウェブさんのイベントに出演しました。うちの奈良香が勝ちましたよ。当てたの。3連服降参さん。その日曜日は私たちアリス10番が、はい、神奈川県警山手警察署さんのイベントでね、はい、ハロー横浜2018に出演してきました。やった。皆さん、キャッシュカードは絶対に預けてはいけません。警察や市役所職員、銀行員を名乗った電話で、医療費を ATM で還付します。キャッシュカードを作ります。急にお金が必要になりましたなんて言われたらそれは詐欺です。警察に連絡してくださいって感じです。はい、大凧ポリスの中 のポスター第2弾が出ますので、もうすぐ出る。で放送される横浜見聞でスタージャンジンという新シリーズに出演させていただくので、皆さんぜひ見てください。10月もハロウィンがね、また決まったりとか、楽しいイベントがたくさんありますので。あ、生まれた日だよ。あるね。ふぅー、並びなよ。どっち年取っちゃうの、やだ。同じ誕生日なんですよ。宝万博、宝探し万博あるので、あと2部も出るので来てください。来てください。神谷里奈ちゃんも来てくれるそうです。あ、そうです。フルメンバー揃います。いつぶり10月15日に集まります。そう、10月15日神谷里奈の誕生日もあるのでね。あ、
10月も盛り上げていきましょう、はい、今週もお疲れ様でした。お疲れ様でした。めっちゃしたかったんやけど、美味しそうだもんね。ちょっとでいいと思うよ。いいよ。じゃあこれを。ああ。またやってる。ちょっと。じゃあ、うまじゃないで。おいしい。おいしい。おいしい。じゃあ、リカじゃない。リカじゃない。ちょっとやって。はい、いつもの。せーの。ベストアタマンスタート。よりで。より。ね、終わりました。イエイ。ウエスト週間オタク満足度を発表します。第3位、星宮リリ。第2位、峰さつき。ありがとうございます。第1位、なぎさリリカ。ありがとうございます。今週はののあちゃんが加入ということで、イースターガールズも6人になってレベルアップできたので、来週からもっともっとレベルアップしていけるように頑張りたいと思います。ありがとう。週末にののあちゃんの加入式があったということで、まあ、星宮と一緒になっちゃうんですけども、イースターガールズが6人になってもっともっと上を目指して頑張っていくので、皆さんこれからもイースターガールズよろしくお願いします。2位ありがとう。今週も本当にたくさんの方が会いに来てくださって、そしてね、なんかね、さすがに加入したということで、もうめちゃくちゃね、もうレベルアップしたと思いますし、これからもマネセットってレベルアップ、これからもするもんね。うん、しまーす。されてる感ありますが、ね、力レベルアップさせろ。もうどこまでもレベルアップ自分もします。頑張ります。はい、ありがとうございます。1位でした。来週は、はい、10月14日に私望月優乃の生徒祭があります。皆さんたくさん遊びに来てください。はい、こちら元気元気が始まりました。はい、現場の坂本です。すなきです。本日は私たちこれ撮ってる日はお誕生日の前日ということで、こちらのハニトを持ってやってきましたよ。それではスケジュールをドーン。ちょっともちゃんと持って、怖いんですこの人。あのね、いい感じが、ね、今出てますよ。今出てますよ。はい、ということでね、やってきました。いろんなスケジュールがありますね。皆さんぜひチェックして。おー、話したね。今話してたね。うん、面白いね。スケジュール見てね、遊びに来てくださいね。はい、じゃあこの後もおいしくいただきます。ということで、バイバーイ。違うよ、せーの、元気元気。元気じゃなさそうな、元気元気やな。